スターポケモンの使い手サンバジムのシジマとのバトルを迎えました。簡単にノックアウトされてしまうようではポケモントレーナーの名が廃ります。体力を減らしてパワー全開になりました。さあ、こちらはヒット、いい感じです。試合開始早々いきなりダウンだ。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでスリーパーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。さあ、今度はおっと、これは外れ。ここで一発重いヒット。両者とも大健闘です。さあ、これはあーっと混乱した。ここで地震攻撃。よし、ここでダウンです。さあ、一方的な試合が展開されております。ここで電流の登場だ。これに使えるポケモンは最後です。さあ、激しいバトルです。ここでポケモンを交代します。ここでミュウの登場だ。これで特殊攻撃に強くなりました。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。強い攻撃、効果は抜群だ。混乱した。さあ、決戦が続いております。さあっと自分で自分を攻撃した。この攻撃、軽く当たった。さあ、熱いバトルが展開されております。今準備が整って、ここでポケモンをチェンジだ。ボールが開いてポケモンが姿を現します。さあ、今度は攻撃を全く受け付けません。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。決めの一撃が当たった。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここでステージクリア。
朝日ジムバトルまで駒を進めてまいりました挑戦者。対するはジムリーダーみかんただ一人。パワフルな鋼タイプのポケモンを相手に挑戦者はどう戦うのでありましょうか。鋭い攻撃、これは有効だ。あ、こちらはアルイヒット。あ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、これはアルクイッパス。ここで地震攻撃、よし。おっと、ダウンだ。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここで仮面キックの登場だ。両者とも大健闘です。今、両者戦闘態勢に入って、ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでミュウの登場だ。この攻撃、アルク当たった。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。小さなダメージ、ここでミラーコード。おっと、攻撃が外れた。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。さあ、今度はある一撃。さあ、この場面である一撃と、激しいバトルです。これはどうだ。アルク一発。さあ、これはアルク当たった。白熱したバトルが続いております。ここで体力回復だ。この攻撃、小さなダメージ。さあ、熱いバトルが展開されております。ここでサイコキネシス、よし、ヒット。あーっと、崩れ落ちた。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでオノツチの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。この攻撃、ヒットに入った。さあ、ここで軽い一撃。さあ、熱戦が続いております。さあ、一気に確実。これで勝者決定です。ここでステージクリア。
入してきましたロケット団。予期せぬこのアクシデントを挑戦者はどうかわすのでありましょうか。ポケモンチェン、このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでパルケンの登場だ。さあ手当たり、いい当たり。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。あーっと大爆発だ。激しいヒット。おーっと川一枚でつながった。やーっと力尽きたか。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。今は相手が弱っています。これはチャンスです。現在のところ残るポケモンは3対2。激しい攻撃、これは有効だ。あっと一発の攻撃でダウンだ。さあ一方的な試合が展開されております。ここでまたドラッグの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。ここで一発狙い的中。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。